皆様こんにちは、資生堂ビューティーコンサルタントのやっことゆきです。本日は質問コーナーをやっていきたいと思います。私たち SNS アカウントを持っているんですが、事前に質問を募集したので、今日はその質問にお答えしていきたいと思います。それではやっていきましょう。では一つ目の質問いきますね。はい。最近睡眠不足でクマガメだって困ってます。綺麗に隠れる方法はありますか、と来てますね。目の下はね、やっぱり気になるところですよね、うん、そうですよね。最近ね、 TikTok の方でクマをカバーするテクニックっていうのを投稿させていただいたんですけど、そちらが好評だったので、今回 YouTube でも紹介させていただきます。私自身も結構クマに悩まされるんですけど、コンシーラーでカバーをする前にあるアイテムを仕込ませることがポイントになってきます。それがこのチークです。マキアージュドラマティックチークカラークリーム OR423 のマンゴーソルベを使っていきます。ではまずこのチークをですね、暗さの気になるところにのせていきます。指で取ってポン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 と叩くように入れてきます。色はオレンジなんですね。青クマってやっぱり青みなので、補正色でオレンジ使ってあげるとすごく相性がいいです。この上からコンシーラーを重ねていきます。マキアージュドラマティックコンシーラーライトを使っていきます。チークをのせたところと同じところに指で取ってポンポンと大体 2,3 箇所のせてから、ブラシでトントンなじませていきます。はい、こちらで完成しました。どうですか？すごい目の下が明るくなって、ね、印象が全然違いますね。変わりますよね、うん、マスクの時でもここは出てくるところなので、結構印象に差が出ると思います。チークでね、応用ができるのはいいですよね、うん、嬉しいですよね。コンシーラーだけではなかなかうまく隠れないという方は、ぜひこの仕込みテクニックやってみてください。では続いての質問ですね、はい、いつも迷ってしまうのですが、ベースメイクの商品は同じラインで揃えた方が仕上がりに違いが出ますか、っていうことなんですけど、確かに悩みますよね。悩みますよね。同じラインの方が相性は良かったり、相乗効果で仕上がりは結構綺麗にはなるんですが、肌悩みやその時の肌状態に合わせることが一番だと思うので、ラインを超えて探していただいてもいいと思います。ゆきちゃん、他にもベースメイクの質問が届いてたんですが、はい、化粧をしても顔がのっぺりしています、変化をつけるコツはありますか、と。はいはい、今すぐできるテクニックとしては、ファンデーションのつけ方を工夫するだけでのっぺり解消ができます。よくありがちなのが、こう顔全体にこうやってファンデーションをつける方いらっしゃると思うんですが、ファンデーションをつけたところがもう全部顔になっちゃうので、こうね、フェイスラインのこの辺りまでしっかりつけすぎちゃうと、ちょっとのっぺりして見えちゃうんですよね。今ちょっとのっぺり顔を完成させたんですけど、こっちにのっぺり解消メイクをやっていきます。のっぺり解消としては、ファンデーションも下地もう顔のこの中心部分、目の周りとこう T ゾーン、あと目の下のこの三角ゾーンをメインにつけて、あとは素肌になじませるだけです。この目の下の部分ですね、うん、最初に置くときにもうそこだけ置く感じなんだね。はい、そうです。トントンってカバーして、うん、あとはブラシに残ったファンデーションをフェイスラインに向かってなじませる。ただこのなじませっていうのもすごく大事なので、うんうん、ここはしっかり。どうですか、差を完成させたんですけど、うん、フェイスラインのところとかでもやっぱ塗りましたって感じと、はい、塗りましたって感じと自然に溶け込んでる感じで、ぜひ明日からできるのでやってみてください。はい、今回使ったのはマキアージュドラマティックエッセンスリキッドです。このツヤを残しながらも崩れにくいところがすごく大好きで毎日愛用しています。では続いての質問ですね、はい、娘さんのニキビ肌の治し方が知りたいですとか、ニキビにおすすめの化粧水教えてくださいっていうことなんですが、ニキビについての質問多かったですね、はい、今回結構多かったんですけど、うん、ニキビはまず原因を探ることが大切ですね。例えば思春期から20代前半ぐらいまでできるニキビは皮脂、油がこう多く出ることによってニキビができることが多いので、そういった場合はさっぱりしたスキンケアを使ったり、クレンジングや洗顔で毛穴が詰まらないようにしっかり落としてニキビを予防するのがおすすめです。ニキビを予防する化粧水としておすすめなのは D
ディープログラムアクネケアローション MB がおすすめです。こちらは医薬部外品でニキビを防ぎながら美肌に導いてくれる化粧水です。すごいさっぱりしたテクスチャーなんですが、ニキビ予防にはすごいおすすめなので、ぜひ検討してみてください。またストレスや生活習慣とか疲れでできるニキビもあると思うんですが、そういう場合は湯船に浸かったり、こう香りでリラックスすることも大切なので、ぜひやってみてください、はい。じゃあ続いての質問いきましょうか。はい。今一番お気に入りのコスメということなんですが、迷いますね。思った。やっこさん決まりました？じゃあ私最近気に入ってるのがあって、うん、マキアージュドラマティックアイカラー GR111 のミントショコラというアイシャドウを結構気に入ってます。それ可愛いですよね。そうなんですよ。今日つけてますか？今日はい、黒目の上から内側にかけてちょっとつけてるんですけど、結構グリーンなんですが淡いの で、うんでね、ナチュラルに馴染みやすいのと、うん、あと今年結構グリーンのお洋服とか多いので、うそういったファッションにも合わせやすいので、すごいお気に入りです。ゆきちゃんは？私はちょっとリップにしようかなと思って、うん、資生堂カラージェルリップバームの109のウィステリア、今日もねつけてるんですけど、こう適度なこうツヤもあるし、発色も結構いいので、すごい気に入ってて使ってます。何よりもこのラズベリーっぽいこの色が可愛くて、ブルベの人にもおすすめなので、ぜひ使っていただきたいですね、はい。では続いての質問、眉毛の質問が来てます。自分に合う眉毛の形が分かりません、眉毛を綺麗に描くコツを教えてくださいって来てますがね。そうですね、眉毛って本当難しいですよね。難しいですよね。でも眉毛って描き方もすごい大事なんですけど、使うアイテムによっても仕上がりが変わってくると思うので、前回も紹介したんですけど、こちらのマキアージュダブルブロークリエイターが本当にこれ一本で綺麗な眉毛が描けるので、うんうん、本当におすすめです。ゆきちゃんの一群コスメですね。はい、そうなんです。今から綺麗な眉の描き方やっていきたいと思います、うん。まずこの黒目の上、眉毛の中央部分にこのパウダーをのせていきます。で、ちょっと眉毛全体にもなじませていきます。これだけでも土台が整いましたね。次にペンシルを使います、はい。ペンシルは毛が生えていないところに優しく優しく一本一本描くように描き足していきます。力入れないのがポイントですね。そうなんですよ。で、持ち手の部分で近く持ってしまうと力が入りやすかったりもするので、今ゆきちゃん持ってるみたいにちょっと下の方持ってあげると。下の方持つと力もそんなに入らないので。うん、優しく優しく、うん、そう、本当に優しく優しくですね、うん。こんな感じで最後にチップでもう一回黒目の上の方を足すと眉毛にグラデーションができるので、うん、眉尻のこの終わりの部分は小鼻から目尻を結んだこの延長線上がおすすめとなっています。もう一つ、自分に似合う眉毛がわからないっていうことなんですが、私はどんな眉毛も個性ですし魅力的だと思うので、こうなりたいイメージに寄せていくのがいいかなと思います。私の SNS に詳しいことも投稿しているので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。続いての質問なんですけど、はい、仕事が終わる夕方、顔がくすんで疲れているように見えます、何かいい方法ありませんかっていう質問が来てますよ。あーねー、夕方になるとお仕事の疲れが溜まって、はい、顔にもね出てきますよね、うん、そうですよ ね。仕事が終わる夕方でも顔を明るく見せる方法としては、ハイライトを使うっていうのが個人的におすすめです。今回使っていくのがマキアージュドラマティックハイライターです。これなんか小さくて持ち運びとかにもね便利だから、夕方もつけやすいですよね。これを暗く見えやすいところと頬の高いところに向けてポン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 とここも叩くように重ねてあげるのがおすすめです。液状なのでみずみずしさ、ツヤ感っていうのがすごい綺麗に出るので、こうポンポンと重ねるだけでこんなに明るく見えます。しっとりもしてくるので、夕方の疲れて見える肌でも潤ったメイク仕立ての肌に復活させられるので、ぜひ皆さんも試してみてください。続いてですね、はい、目が離れているので自然に中央に近く見えるメイクが知りたいですと来てます。あー、目が離れているってここですね、うんうん。顔のパーツが中心からこう離れている顔立ちを遠心顔って言うんですけど、遠心顔はこう柔らかくて親しみやすい印象に見られるので、それはそれで素敵だと思うんですけど、ただ逆にこうパーツを中心にこう寄せると大人っぽくキリッとした印象に見えます。目をこう中心に近づけたい時は目頭側、この真ん中の方をポイントに置いて
メイクするといいかなと思います、はい、こう自然に中央に見えるようにしたいっていうことなので、今回はより自然に仕上がるようにちょっとアイシャドウでやってみたいと思います。本日つけているアイシャドウの色のダークカラーを目頭側に付け足しますね、はい、本日使っているアイシャドウがマキアージュドラマティックアイカラーマルチの BR343 アーモンドガレットです。この3色の一番ダークなカラーの部分をこの細めのチップで取って、ちょっと目頭の方にくの字で入れていきたいと思います。目頭を囲むような形ですね。でこのアイシャドウ指でねそのまま取ってグラデーションを取ってもいいし、こう1色ずつ取って自分でカスタマイズもできるからいいですよね。はい、そうなんですよね。時短アイテムですよ ね。今アイシャドウを目頭側に付け足したんですが、これだけでもちょっと寄って見えるんですが、さらにこのアイシャドウいいところがあって、右側の部分にこうノーズシャドウが実はついてるんですよ。ノーズシャドウも入れることでパーツが中心に寄って見えるので、そこもちょっとやっていきたいと思います。こう、ね、指でも簡単につけれるのいいですよね。こんな感じでどうです、ちょっと立体的な感じに、うん、ちょっと中央によって見えますか。そうですね、ぜひやっていただきたいです。じゃあ続いての質問いきましょうかね、はい、コスメに有効期限はありますかと来てます。気づいたら使い始めて結構経ってるなんてアイテムもありますよね。そうですね、なんかストック癖がある方なんかはちょっと気になりますよね、うんうん、この質問に関しては商品の中身タイプや保管状況によってどの程度の期間使えるかどうかっていうのは違ってきます。基本的には使用時に変な匂いがせず、分離していない、変色していないなど購入時と同じ状態の場合はお使いいただけます。ただし一度開封してしまうとホコリや雑菌が入る可能性もありますので、開封後すぐに品質が変化するっていうことはないんですが、なるべく早く使い切ることをおすすめします。ぜひ身の回りのコスメの断捨離をする際のポイントとかね、はい、していただければと思います。では最後の質問です。メイクをするときどこのパーツに時間がかかりますかと来てますね。あ、メイクするとき、うんうん、私はでも目元かもしれない、うん、目元の まつげです。まつげ命って前そう、ね、そう動画でも言ってましたよね、はい、やっぱセパレートするこう綺麗なまつげを作るためにちょっと時間かけてますね。マスカラつけてちゃんとコームで溶いてやってます。しっかり、はい、こうね、セパレートすると可愛らしくね。そうなんですよ。やっこさんはどうですか。私は眉毛ですかね。私ももともと左右非対称の眉をしてるので、左右合わせたりとか、うん、その日のメイクの雰囲気に合わせて形を変えたりもするので、一番時間かかるかもしれないです。で今日はどんな感じに仕上げたんですか。今日はグリーンのアイシャドウも入れるってことでちょっとフレッシュに見せたかったので、長さは少し短めにして、うんうん、ちょっとだけ角をつけて。あ、本当ですね、はい、結構ね眉で雰囲気変わるので、それもメイクの楽しみかなと思います、うん、そうですね、うん、いや皆様 SNS での質問たくさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回ね答えきれなかった質問もあったんですが、この動画が参考になったと思っていただいた方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。好評だったら第2弾もするかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回のビューティー体験でお会いしましょう。ありがとうございました。